ヨハン・ボーデの製図に描かれたハーシェルの望遠鏡座。ハーシェルの望遠鏡座は、ウィーン天文台の大長を務めたハンガリー王国の天文学者、マクシミリアン・ヘルが1789年に作った星座の一つ。現在は使われていない。ヘルは、ウィリアム・ハーシェルによる天王星の発見を記念して、天王星が観測されたお牛座の近くに二つの星座を設定した。 タバス・ハーシェリー・メジャーと名付けられた一つは、焦点距離6メートルの大型望遠鏡をモチーフとして、双子座、山猫座、魚車座の間に作られ、タバス・ハーシェリー・マイナーと名付けられた、もう一つは、焦点距離2メートルの望遠鏡をモチーフとして、オリオン座とオウシ座の間に作られた。ただし、不正確な描写のため、ヘルはこれらの望遠鏡を実際に見たことはなかったと。 考えられている。後に、ヨハン・ボーでは、1801年に観光した、ウラノグラフィアの中で、ヘルがタバス・ハーシェリー・メジャーを設定した領域に、テラスコピアム・ハーシェリーの名前で星座を設定した。ボーでは、ハーシェルから望遠鏡を購入したことがあるため、ハーシェルが天皇星を発見した時に使用した2メートル級望遠鏡を、モチーフとして、より正確な描写で星図を描いている。 原恵ぐみ、星座の神話、星座氏と星野の意味構成者構成格。1996年6月30日。275ページ。ISBN4 から769908253。ABCDE& アン・リドパス、スターテイルズ、テラスコピアム・ハーシェリー。E. 2014年5月5日閲覧。ハーシェル・ナグヤブ TVCSVAT。ブダペスト工科経済大学。 2014年5月5日閲覧。ハーシェル・キゼブ TVCSVAT。ブダペスト国家経済大学。2014年5月5日閲覧。ありがとうございます。